の走行がやはり日本とはまたちょっと違うなというイメージがありますよね。特に通勤ラッシュであったり帰宅ラッシュの時のバイクの運転、もしくはバイクの台数であったり、そうですね、台湾に限らず様々な場所で、交通安全というのは本当にとても重要なキーワードになってるんじゃないかなと思うんですけども、台湾に関してはやはり自分のイメージとして、バイクの走行がやはり日本とはまたちょっと違うなというイメージがありますよね。特に通勤ラッシュであったり帰宅ラッシュの時のバイクの運転、もしくはバイクの台数であったり、そういうところは少し日本の交通面で違いを感じたことはありますよね。もちろんヒヤッとする部分もありましたし、はい、そこはすごくイメージ、印象には残っているかもしれません。まあ客観視して、まあ、それがルールにあるのかっていうのはまたその地域によってだと思うんですけども、まあ、先ほどのバイクのことで言いますと、台湾の方々はやっぱりこのサンダルでスクーターを乗ったりバイクを乗ったり、またすごくね、こうすごく気候が暖かいので、もう素肌を見せてね、こういることが多いんですけども、でもやっぱりその転倒をしてしまった時とか事故をしてしまった時に、その結構ものすごくこう怪我をしてしまう、大きな怪我をこうしてしまうことにもなるので、そういうのは結構見てて、バイクを乗るときは革靴を履くとか、しっかりヘルメット紐をつけるとか、あとは暖かい気候でも長袖長ズボンを着るとか、そういった自分の対策っていうのも必要なんじゃないかなと思いますし、まあ、2人乗り3人乗りっていうところもね、本当に改めて、先ほども言いましたけども、第三者の人生、自分だけが良ければいいということではなくて、第三者の人生も交通面では関わってくるというところを意識しながら判断し、日頃の生活を送っていただいた方がいいのかなってたまに思う時もありますけどね。はい、いやもう毎日それはね、日々成長することであったり発言することであったりする行動っていうのはもうすごく面白いです。あ、子供のあだ名はまあ普通に名前で呼んだりしますね。うん、普通に自分の子供の名前で呼んだり、いやもうないですね。一番最初はもうママから入って、多分まあこの何ですか、こうバとかだとかガとか、そういうのが多分次に言いやすい言葉になってくると思うので、その後にこうパパって教えたりとかしましたけど、最初はママですね。はい、あとはやっぱり一番ね、常にママと一緒に子供はいると思うので、やっぱりそこは最初に発するのはパパじゃなくて、やっぱり自然とね、その愛情によりママになるんじゃないですか。慣れてるというよりはもう本当にね、授かってから、もうずっと一生懸命、子供と一緒に生活してますし、家のことも、ね、その育児だけじゃなくて、家事の方も本当に頑張ってくれてますし、うん、本当に立派に勤めてますね。はい、まあ、でもそのままです。名前で、呼ぶときもありますし、はい、ちゃんとちゃん、みずちゃんと、あとはそうですね、もともとチーリンが家族の中で小さい、ね、リンリンっていうかシャンリンリンってよく呼ばれてたので、そういう家族の言い方で、たまに呼ぶときもあります。あ、そうですね、バレンタインで、あれですよね、日本だとこうバレンタインは女性から渡してホワイトデーがお返しなんですけども、世界的には、台湾的には、ゼポートなんですよね。なんで日本の方式でいただきましたね。彼女がプレゼントをくれて、
で今ちょっとバタバタしてたんで、今度お返しをあげようかなと考えてます。ゆっくりと。はい。あ、僕ですか。はい。あ、なんか僕どっちかっていうと物というよりなんか記念の時間の方がすごく大切にしたいタイプでもあるので、あのちゃんと落ち着いた時に何かね一緒に食事したり、ちょっとゆっくりする時間を設けれたら、もういつもねこう育児で頑張ってくれてるので、まあ、その時は。ちょっとね、あの自分の家族とかにちょっと、ね、子供面倒見てもらいながら久々にこう2人の時間を作れたかなと思ったりして、そんなに日本語で伝えることが多いかもしれないですね。はい、そうですね、あのそういう結構思いはストレートに伝わりやすいように逆に日本語で伝えることの方が多いかもしれないですけど、手紙を書くときはちょっとこうね、そういう言葉なんかいろいろ調べて綴ったりすると思います。あ、でももちろんお祝い事の時もそうですし、何か感謝を伝える時もそうですし、何か手掛けたり、ね、留守に例えば留守にしてたり、ね、向こうが出ていたり先に出るときに軽くカード書いたりするのもありますし、なんかでもいつかそういうのは素敵だなと思いますね。やっぱりこう人生においていろんな、まあ、僕ら夫婦だけでなくて、あの自分たちに携わる人たちとの出来事であったり、ストーリーだったり、やっぱりこの人生の中でいろんなことがありますので、それをねこうなんか字にして、台湾の方だったり多くの方々にシェアして、それを何か希望だったり勇気だったり元気につながっていただけるようなきっかけがあれば、またそれは素敵かなと思うので、まあ、それは何かそういうタイミングだったりテーマだったりそういうものが生まれたら、もしかしたら綴るかも